県内の海に関するさまざまな情報をご紹介する海と日本プロジェクト in 大分県。今回は海ごみゼロウィークをご紹介します。さあ、中津干潟にやってきました。今日はこれから海岸でゴミ拾いが行われるということで、私も一緒に参加したいと思います。5月12日中津市にある大新田海岸でビーチクリーン活動が行われました。イベントを主催しているのは、中津干潟の保全や調査を行っている NPO 法人水辺に遊ぶ会のメンバーで、今年で20年目になります。この日は海岸のゴミ拾いや松林の清掃など、ボランティアがおよそ150人参加しました。あ、お菓子の袋かな。ねえ、いつも一緒に来てるの？はい。たくさんゴミ捨ててほしい。ねえ、そうだよね。いや、やっぱりゴミがすごい。すごいですよね。こんなにあるとは思いません。みんなさ、このゴミはどこから来たんだと思う？こいつ人が捨てたの。違う。あ、川とかに流れてきて。海岸で流れてきた。1時間のビーチクリーン活動で、軽トラックの荷台いっぱいのゴミが集まりました。いやー、たくさんゴミがありましたね。そうですか。はい、今日割と少ない方なんですけどね。そうなんですね。はいはい、たくさんの方が協力してくださるようになって、中津の道は本当に綺麗になったと思います。あと、こう中津の海岸だけじゃなくて、大分県全体の海岸に広がっていくといいなと思います。年々深刻化する海洋ゴミの問題。この問題に取り組んでいこうと、今年からチェンジフォーザブルーというプロジェクトが始まります。そのプロジェクトの一つ、海ごみゼロウィークが5月30日から6月8日までの期間実施されます。今年は全国で80万人以上の方々に参加してもらうことが目標です。現在、大分県ではご覧の日程場所でこの活動を開催します。詳しくは海ごみゼロウィークホームページをご覧ください。海と日本。